ニーナさん、大丈夫ですか？あ、マーキー先生、あ、大丈夫です。私起きてますよ。あの、ニーナさん？え？ああ。あ、レティシア様だ。レティシア様？ごめんなさい。恥ずかしいところを見せちゃいました。しかもよりにもよってマーキス先生と間違えるなんて。構いませんよ。ただ随分と眠そうでしたけど、昨日はあまり眠れなかったのですか？はい、実は寝る前に読み始めた本がとても面白くて、読み終わったらもう朝になってて。ごめんなさい。そうですか。あまり眠いようでしたら宿で休まれてはいかがですか？大丈夫ですよ。私夜まで我慢できますから。そうだ、もしよろしければ。私の膝をお貸ししましょうか？出発するときには起こしますので少し休まれてください。レティシア様の膝枕？それはとても素敵ですけど、でもそんなことしたら怒られちゃいますよ。怒られる？誰にですか？アベラルドさんとかマーキス先生とか、あと国民の皆さんとか。私がいいって言ってるんだから大丈夫ですよ。いえ、もったいないです。レティシア様の膝枕、もっとちゃんと疲れ果てて眠い時にお願いします。今は違うんですか？私の肩をお貸ししましょうか？出発する時には起こしますので少し休まれてください。え、そんなことできませんよ。大丈夫です。ニーナさんが寝てる間は絶対に動きませんから、安心して頭を預けてください。別にそういうことを心配してるんじゃないです。とにかく大丈夫ですから。そうですか。我慢できなくなったらいつでも言ってくださいね。レティシア様が最初に先生のところに来た時はあの時の女の子だったなんて私思いもしませんでした。申し訳ありません、ニーナさんのことを思い出せなくて。あ、そんな、レティシア様が謝ることなんて全然ないですってば。いえ、覚えていて叱るべきことでした。でも確かに覚えていて欲しかったなーとはちょっとだけ思いましたけど。本当にごめんなさい。ああ、大きに受け取りすぎです。冗談ですってば。頭を上げてください。それに私あの時にこうも思ったんです。父さんの知り合いの子供ならもしかしたらいつかこの女の子と友達になれるかもって。ニーナさん、あの、もしよかったら、本当によかったらでいいんですけど、今からでも私と友達になってくれませんか？え？私も今そう言おうと思っていたんです。嬉しい。もちろんです。今日から私たち友達ですね。はい、友達です。